はい、おはこんばんにちは。ゲーム実況をしております、ホムラと申します。今日もよろしくお願いします。では、バトルさんから、やっていこうと思います。まあ、前回は、動画の、ボツ動画になったせいで、皆さんには、経緯を話してやったっていう感じで、完全初見にはならなかったんですけど、まあ、こっからは完全初見で、やりたいと思います。水だけ。だ多分、思ったんですけど、バトル1で噂だったんですよ。で、バトル2でキャラ。で、バトル3でおそらくこれ、ワン属性ってことは水染めじゃないと思うんで、多分水の噂。で、4バトル目でキャラ。で、5バトル目で、また噂が来るんですよ。で、どうせ噂なんで、200万とか300万の HP で、最後だからあれなんじゃないですか。イブとか、ワルプルギスとか。そこら辺が来るんじゃないですか。予想ですけどね。だって、最後キャラだったらおかしくないですか。だって、噂キャラ、噂キャラ、キャラって。だったら、キャラ、噂、キャラ、噂、キャラでよくないですかっていう話で。ちょっとわかんないですけどね、そこはちょっと。僕のあくまで予想なんで、それは。てなわけで、まあ、ここは噂と予想しましょう。じゃあ、お、イロハいってる。ユキさん、イロハ置いてくれてる。と言っても、まあ、視聴してくれてる方かどうかはわからないけど、イルハ置いてる。よし、小屋持ってこう。ゼガヒに。ゼガヒに持ってこう、ここは。しかも、MP アップの水着イルハもあるし、ネゴシもあると。あ、ただ、クーエルがない。そうか、クーエルがないのは怖いな。ちょっとブラストダウンを入れときましょう。ループさせるために、ここは。多分噂なんでブラスト攻撃してこないっていう敵はいないと思うんで、それなりに効いてくると思うんで、これは。3発中1発は多分ブラスト攻撃してくると思うんで、最悪2回かな。ネゴシ、ブラストダメージループさせてネゴシとクーエルがあるから、2ターン、ブラストダメージダウンしかない時があると。そこをどう、するかだな。ちょっと見させてください、他のやつ。水だから、木属性は楓。木属性、楓、サナ、試験官じゃねえわ。宮古先輩ぐらいしかいないんですよね。うん、やっぱさすがにクエルみんなあれだよな、置いてないよね。そうだよな。あー、フェリシアにクエルある。これでかい。でかいけど、無理だな。やめよう。イロハのやっぱり回復と蘇生があるんで、これで行きましょう。だキューベー、あれとかキューベーナイトは、そうか、ツルノの場合か、これは。だここは、むしろ状態異常を入れるために、幻惑持っていきましょう。幻惑。一発でも、ちょっとでも、何回に一回でもいいから刺されば、儲けもんなんで。じゃあ、これで行きます。さて、何噂が出てくるんですかね、ここは。あ、やっぱ噂ですね。何噂か忘れたけど。っていうかなんか見えんだけど、150万。っていうかなんか、左上なんか変なアイコン見えんだけど、これ。盾、切り裂きマーク、剣。なんだこれ。おいおいおい。なんか嫌な予感するぞ。大丈夫か？怖えぞ、なんか。これ3マス ?3 マスっぽいな。横3マスか。じゃあ、アクセル3枚やりますか。うちのイノハじゃない方がいいな。150万か。どう削るかな、これ。うお、えぐい。ちょっと待て。プラスダメージダウン入れてこの火力なの？マジか、やべえな、これ。結構まずいぞ。2ターンに1回じゃなかったとしても、1回ネゴシ入れないとこれまずいな。で、次、クーエルだな。ちょっと待って、これまずいな。逆属性持ってくるしかないか、これ。うわ、
必ず毒ってやべえとマギアてかマギアだよこれまあ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 一応相互にコネクトはできるけどここで一発クーエル打ちましょう。なんか3ターン目にはだいたいやばい攻撃してくる気がするんで。渡す。本当はこういう渡し方したくないんですけどね。仕方ないんで、ここは。これで一応足の効果を戻りましたね。この毒が厄介だな。3ターンに1回じゃないのがやばい攻撃は。だから毒強すぎだろ。毒とか、これあれじゃね？そうだよね。やけどが入ってんだ、これ。うわぁ、えぐいなぁ。てか、マギア溜まったけど、これ、打ってる場合じゃないんじゃない？もう。打たなきゃダメなのか。逆に。だから、これ誰？この子か。打って、コネクト溜めて、ブラストとかネゴシ戻ってこないから、ここはこの子はこれで耐久すりゃいいのか。で、こうだな。まあ、イロハの回復と、マギアの回復とで、ループさせるしかないですね、これも。もう、これやばいなぁ。毒強すぎる。いや、きついな、これ。てか逆のイロハの方ができないとか、これできないじゃん。やば。待って、やべえな、これは。ここ耐久してもダメだな。意味ねえな、ある意味。ある意味意味がない。てか、あるか。大丈夫か。コネクト渡せば大丈夫か。だから、ここ1枚打って、しょうがないから打って、渡して、でもブラスト3発だな。そうか、マギア貯められなかったか、ここでは。たまには全員つかない時とかってないの？これたまに誰もつかない時ないの？あぶね、あぶね。これでうちのイルハ来い、お願い来て。あ、来たね。危ね、危ね。てか、危ね、B ダブン、早く打ちすぎだな。今、まだあったな、多分。ここで渡す。これ。これか。そうすればマギア溜まるな、これで。6ターン経っても、すげえ変な攻撃はしてこないってことですね。マギア不可。マギア不可。いや、強いな。これが強すぎるな。まあ、最悪蘇生できるから、まあいいとしましょう、そこは。クーエルは帰ってくる。B は入れてる。これサポート3か。だから、サポートさんはここで倒れるかもしれないけど、とりあえず一発撃っときましょう。ってことは、ヤッチーを貯めるか、ここ。それとも。いや、ヤッチーは貯めなくていいな。イロハだな、とりあえず。で、次は多分マギア撃てると思うんで、マギアで蘇生させましょう。あれだよね、毒つくよね。
っぱ足つけてるんで、うちのイルファは硬いですね。それでも。あ、大丈夫でしたね。で、クーエル帰ってきたけど、まだ使わなくていいですね、これは。てか、ダメ。入ってるよね、ブラストダメージだ。入ってるね。だから、1枚だけ渡せばいいのか。マギア打たずに貯めておきましょう、ここは。マギア貯める?貯めるか、少し。まあ、ここは焦らず行きましょう、もう。野千代がやばいですね、普通に見たら今。八千代にもやってあげないとこれまずいですね。まあそのためにはマギアを貯めるっていう選択がまあありですからね。あ、倒れるかなこれ。ああ、じゃあまあいいタイミングですねこれ。でここで八千代さんを貯めましょう。じゃあ今度はそうすればイロハにコネクトで、HP 回復持ってるんで、唯一、八千代さんは。うん、いいっすね。お、幻惑つきましたね。いいっすね、いいっすね。そっか、八千代さん幻惑持ってるから、結構幻惑入るかな、これ。じゃあ。ミス。あ、幻惑生きる?もしかして。結構入る?これ。おー、3発とも。いいね。じゃあここは相互でやる。いや、八千代さんは耐えれると思うんだよな。だ、一発ここでこれ打っといて、八千代さん耐えられるから、いや違う、イルハは耐えられるから八千代さんに渡して、こうだな。どれだけ一発で幻惑する刺されば行くのかな。行かない。行かない。行かない。さすがに9回やっても幻惑が入らないと。まあそのぐらいの確率ってことね。で、ブラストダメージダウン入ったままだよね。次だよね、打つのは。よし、いいっすね。これで八千代のを渡してあげて、クーエルはまだ打たないです。まだ大丈夫なんで。八千代さんの 70% クリティカルですからね。いやー、さすが八千代さんのコネクト強いな、やっぱ。いいね。ああ、マジか、倒れるか、そこ。そこ倒れちゃうか。イロハのマギアを貯めなきゃダメですね、じゃあ。でも、あんまり下手に貯めに入るのは怖いんですよね。クーエルは一旦貯めるのはやめましょう。貯める?クエルを貯める?違うな。クエル撃つのはやめましょう。マギア負荷ですね。だ、この次のターン、貯めてマギア撃ちましょう。クエル撃って。撃てればの話ですけどね。あくまで。いや、結構ダメージ入ってんな。やけど入ってんな。てか、やけど次も入っちゃうと危険なんだよな、これは。八千代さんにこれ渡してあげて、CA で貯めましょう。あなたの力になりたいの。私たちなら。私がやる。最悪八千代さんのマギアで倒しましょう、次。多分、あとあの HP だったら20万ぐらいなんじゃないかなと思うんで、僕の予想としては。一応マギア貯められ、
溜まりそうですね。大丈夫そうですね。オッケーオッケー。多分20万ぐらいだと思うんですよね。あ、ですね。20万ぐらいですね。じゃあ、イロハを打つ前に、イロハでいいかな。いや、八千代イロハ、イロハかな。ブラストは入ってる？入ってる。じゃあいいね。イロハと。さすがにこれじゃ倒しきれないんじゃないかなと思うんですけどね。どんな感じなんですか？ですね。12万ちょっとかな。13万ぐらいかな、今ので。ってことは、あと残りが8万、9万ぐらいかな。よし、これでいきましたね。よーし、オッケーオッケー。14ターンかかりましたけど、オッケーでしたね。やっぱ、イロハの回復と、八千代の回復と、蘇生と、いいですね。いいループ組めましたね。じゃあ、ちょっと今回も調光してまた消えるの怖いんで、すいません。今回は、バトル3で一回区切り入れますね。うん。じゃあご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。